今回5回目で、原子はどのように結びつくのかということについての話をします。まず1回目として水素と酸素の例を考えてみたいと思います。まず酸素ですが、酸素というのは、8番ですから、その電子配置は26ですね。つまり電子が入ってます。で、この酸素の気持ちとしてはですね、このままの電子配置で痛くないんですね。どうなりたいかというと、最外殻の電子の数を満員にしたい。つまりここ2箇所空いているんですけども、ここに電子を外から入れたいですね。で、28になりたい。それに対して、水素も赤で書きますと、水素原子というのは、電子を1個だけ持ってますね。この水素がこの1個だけでいるというのも、これもこのままで痛くないですね。つまり満員の状態にしたい。で、もう1個欲しいわけですね。こういう水素原子とこういう酸素原子が出会ってですね、お互いに協力して安定な電子配置を取るために何をするかというとですね、電子軌道を重ね合わせてですね、お互いに電子を出し合うんですね。つまり、水素がここに入ってここに電子を入れるわけですね。つまりこの赤い電子をですね、酸素に与えるわけです。その代わり、この黒い電子を酸素からもらうわけですね。で、その出し合った電子を共有するわけです。そうすると水素にとってはここで、2つの電子を自分の、計画の中に持ってるわけですから、これで、安定できるんですね。ところが酸素の方は、最外殻6個から7個に1つ増えたんですけれども、これではまだ、不安定ですね。そこでもう1つこちらに、水素に来てもらうわけですね。で、こっちの水素もやはり、1個しかない状態っていうのは嫌なんですね。もう一つここに電子が欲しい。で、この水素とこの酸素がやはり協力してですね、ここに水素が入って、ここにその水素が持っていた電子をこう提供するわけですね。その代わり酸素からこの電子をもらうわけです。さっきのこちらの水素と同じように、この水素は2個の電子を持つことになりますから、満員の状態ですね。これで安定できる。一方酸素はですね、これで2つ増えたわけですね。要するに26という電子配置から28という電子配置になることができる。で、これによって、安定できるわけですね。で、このようにしてできた分子が H2O であるわけです。水素原子2つに酸素原子1つですね。で、こういう結合を共有結合と言います。電子を出し合ってそれを共有することによって結合が生じる。で、大事なことはですね、安定な電子配置を取ろうとしてその結合が起こるということですね。これが酸素と水素の例ですね。水素書いてありませんでしたけども、水素1番ですね。で、もう一つ、水素原子と水素原子と1番ですね。それから塩素原子ですね。
ストレージ17番ですね、これの結合を考えてみましょう。塩素原子というのは、287ですね、17番ですから。で、最外殻7個で、その内側は満員の状態ですね。まあ、満員の状態の電子って、これは結合にはあまり関係ないんですけれども、で、この塩素原子もやはり、この空いているここですね、ここを埋めたいんですね。満員になるわけじゃないんですけども、一応8個になると安定になれるという性質があります。から水素原子はさっきと同じように、電子を1個持ってて、もう1個ここに欲しいわけですね。で、こういう水素原子とこういう塩素原子が出会った時に、お互いに安定になろうとして何ができるかというと、さっきと同じようにここに水素原子が電子を持ってくるわけですね。これを塩素に与えるわけです。その代わりにこの電子を塩素からもらうわけですね。そうすると、この水素原子は2個の電子を計画の中に持つことになります。からこの塩素原子は、8個の電子を、M 殻ですね。M 殻の中に持つことになります。これによって塩素原子も水素原子も安定になることができます。こうやってできる分子のことを、HCl と書きます。これが塩化水素分子ですね。これはもう一つ、水素と窒素の例を考えてみますと、窒素原子というのは、7番ですから25という電子配置を持ってますね。そうすると K 殻に2個、 L 殻に5個の電子を持ちます。で、窒素としてはですね、3箇所空いてるので、この3箇所に電子を埋めたいわけなんですね。で、28になりたい。で、そこで、水素原子と協力してですね、水素原子によってこの電子をここに入れてもらうわけですね。そうすると、ここへ水素原子の電子を持ってきてもらう。それで水素原子、この電子を水素原子にその代わりに与えるわけですね。で、これでこの水素原子は安定することができるわけですけども、この窒素原子はさっき25だった電子配置が26になるわけですね。で、これまだ、安定できないわけですね。そこでもう一つ水素原子にここへ入ってもらうわけですね。そうすると、今度はこういうふうに書きましょうかね。ここに電子を入れてもらいました。で、まだもう1箇所空いてますから、もう1個水素原子に、ここに入ってもらうんですね。そうするとここに水素原子に入ってもらう。で、このように3つの水素原子が入ることによって、この窒素原子は25から28という安定な電子配置を取ることができました。で、こうやってできた分子が、
NH3 ですね。さっきまで H を先に書いていたんですけども、この場合には N が先になります。なんでそうなのかというのはまた後ほど説明をします。でこのようにですね、とにかく安定な電子配置を取ろうとして、このような結合、共有結合という結合を作るわけですね。もう一つ例をやってみましょうかね。炭素は6番ですね。炭素と水素の場合にはどういう結合ができるかと。炭素というのは24ですから、こういう電子配置ですね。で炭素の気持ちとしてはですね、4箇所空いてますから4個電子をもらって8個にしたいわけですね。そこで、水素原子にここに入ってもらうんですね。で水素原子に入ってもらうことによって、まず最初の1個目の水素原子がここに入れば1つ増えますね。24から25になることができました。でまだ3箇所空いてますから、もう1つ水素原子にここに入ってる。そうするとこういうふうに水素原子に入ってもらえば、これで26になりました。でまだ足りませんね。でもう1つここに入ってる。こういうふうに入ってもらうと、これで24から27まで来ましたね。でもう一つ足りませんから、ここに入ってもらう。そうするとこれで炭素の電子配置は24だったものが28になって安定することができたわけですね。でこの4つの水素原子もこれで安定しています。でこうやってできた分子が CH4 ですね。これメタンです。メタン分子ですね。でこのようにして、要するに安定な電子配置を取ろうとして、その、結合が起こるわけですね。そして分子が生じる。これは H と C ですね。では次回はですね、炭素と酸素および単体の場合ですね、その共有結合による分子の話をします。それでは。